技術革新が進み省力化が進んでも造船は人間が参加することで成立する産業だという。そして教育水準が高い日本の技術者は世界の造船界でもトップに立っているという。創意工夫、そして勤勉、新しいものへの好奇心と探求心、日本の造船業の発展の原動力は第一に人間にあったという。広い工場へ散ってゆく技術者、朝の寒風を切って作業が始まる。350トンのブロックを運搬できる大型トレーラー。工場からブロックが引き出されてドックサイドへ移動するのだ。大きなブロックの前では大型トレーラーもまるでおもちゃのように見える。この造船所は新しい発想で作られた工場だけにレイアウトがすっきりしている。造船工場は建造ドックや修理ドックに対して直角に位置している。そのため作業能率は一層向上。25万トン級の船を年間に5隻建造する予定という。